元気の皆さん、おはようございます。昨晩はですね、職場の大先輩の定年退職ということで飲み会でした。まあ、僕よりも20近く上の大先輩なんですけど、いろいろお世話になりまして、最後にね、先輩が僕たち後輩に言葉をくれたんですけど、若い時って先輩の話ってなんかこう入りにくい部分が正直あったりしたんですけど、中年になると僕らよりも先輩の人たちの言葉すごく刺さります。すごく残ります。これがね、中年になるっていうことなのか、年を取るってことなのか、いろいろ世の中の仕組みが見えてくる年だからこそなのかもしれないですね。昨日は僕の今後にとってもね、いい言葉をいただけたかなと思います。先輩、長い間お疲れ様でした。今後ともよろしくお願いします。で、そのままね、飲み会の後まっすぐ帰ればいいものの、所長はラーメンを食べました。飲んだ後のラーメンは美味しかったです。おかげで家に帰ったらお腹がぽっこり出てました。ということで、今朝はオートミール食べようと思います。いただきます。このオートミールは昨晩作って一晩冷蔵庫で寝かせて食べるという、いわゆるオーバーナイトオートミールなんですけど、一晩冷蔵庫なんで冷たい。この時期は寒い。それがちょっと難点ですね。味は悪くないけど体が冷える。中年の体には応えます。コーヒー飲もう。ビッグマックのセットをください。ビッグマックセットください。はい、本日はね、これからマジックのお仕事です。ランチタイムのお仕事ですね。で、今日は仕事終わってからまた行くところがあるんで、そこまで皆さんにお付き合いしてもらおうかなと思っております。それじゃあとりあえず仕事に行ってきます。はい、今仕事が終わりました。今日もたくさんお客さん来てくれましたね。忙しかった。それじゃあちょっとあの場所に行こうと思います。はい、今両国国技館の前に来てます。2ヶ月前にこの両国国技館で熱き中年たちのステージがありました。あっという間ですね。そして
10ヶ月後またこの両国国技館に出したくて、中年たちが今年熱きシーズンを過ごそうとしています。シーズン開始前にもう一度両国に来たかったかなと思って今日は来ました。人生においてこんなにね、両国が大事な場所になるとは思わなかったですね。なんだか感慨深いものがあります。10ヶ月後またここでいろいろなドラマが生まれるんでしょうね。楽しみにしてます。僕も熱いドラマが作れるように頑張ろうかなと思います。お土産買って帰ります。帰りにですね、ABC マート寄ってきました。こちら、オールスターですね。3足目、今持ってるやつ。こちら。ブラックです。オールブラックの、これ履いてトレーニングするのが楽しみ。はい、今からですね、今度は YouTube の撮影です。今ライティングをセットしてここから撮影していこうかなと思ってます。楽しい撮影になりそうなのでテンション上げて頑張っていこうと思います。お腹空いたけどじゃあ頑張ります。どうも、おしゃれ町中研究所の大地です。今回の動画は研究員の皆さんにお知らせの動画となります。はい、今撮影が無事に終わりました。もうお腹空いたんで、じゃあご飯、今日はですね、旅に行っちゃおうかなと思っております。それじゃあ今日は、あの店に行きますか。いただきます。ごちそうさまでした。これうまい。